はい、皆さんおはようございます。ラッピー石橋です。ふうこです。ふうこちゃんね、最近台風が多いよね。それでですね、やはり我々エコに取り組みたいと思いまして、今日も即席マジックはエコ魔法の分別お楽しみください。はい、ふうこちゃんここで見てるんだよね。はい、それではですね、やっぱり地球の温暖化を防ぐには私たち一人一人がエコに取り組まないといけないですね。そしてマジックもエコに取り組んでおります。はい、こちらにスチール缶がありますね。そしてストローがあります。まずこのストローに、ストローをこの中に入れていきます。ストローが釣れました。はい、元に戻っております。そしてですね、こちらにはアルミ缶が入っております。はい、そしてスチール缶をどんどん入れてきますね。こんな感じ。はい、入れていきます。はい、これでは混ざっておりますので、ここに登場しました。アダルカダブラーとマジダイをかけますと、はい、スチール缶とアルミ缶がぴったりと分別することができました。今日はエコマジックをお楽しみいただきました。ありがとうございました。笑顔の花咲くマジック教室魔法塾からお届けしました。はい、ふうこちゃんもね、じゃあまた見てねー。